夢にまで見たその仕事のオファー、本当に信用して大丈夫ですか？遡ることおよそ66年前の1957年8月、アメリカカリフォルニア州ロサンゼルス。ここが撮影スタジオです。中へどうぞ。爽やかに笑いかけると、アパートの室の扉を開いた写真家の男。モデルのオファーを受けてやってきたジュディス・ダルは、これから始まるその仕事に胸を躍らせていました。しかし、まずはこの衣装に着替えてくれるかな？そう言って男が差し出したのは、露出度の高いボンテージ。これを着るんですか？事前の説明にはなかった撮影内容にジュリスは戸惑いを見せます。そして次の瞬間、いいから早く着替えろよ。ジュリスに拳銃を突きつけ、冷たくそう言い放った男。そう、男がこれから撮影しようとしているのは、ジュリスを凌辱し、殺害するシーンだったんです。モデルのオファーで誘い出し、次々と殺人を繰り返す男。男が犯行の一部始終を写真に収めたその理由とは？そこには思わず身震いしてしまうような男の異質な憧れがあったんです。おそす、アルゴメトリーをわざわざプレミア配信で見てくれてる人たち絶対いい人だし、普通のプレミア配信以外でも見ている人たちも確実にいい人だし、みんな長いヤミヤミコです。まあ、一個だけちょっと言わせていただくとですね、通知が来ないみたいに言ってる人がいたんですよ、友達で、なんか普通にベルマーク押してなかったっていう、なんかベルマークを押すと通知が来るってことを知らない方々もいるみたいで、よかったら右下とかかな、あるのでベルマークね、ちょっとぜひ押していただきっていうので、そしたら動画出した瞬間に通知来るみたいなんで、よろしくお願いします。本日ご紹介するのは、アメリカロサンゼルスで起こった連続殺人事件について。犯人はですね、なんと写真家のふりをして次々と女性を騙し、そして殺害していたんです。美人を狙うために設定、写真家のふりして撮らせてくださいみたいなこと？そうなんですよ。写真家を装ってね、仕事として呼び出すって本当に卑劣なやり方ですよ、これ。まあ、そもそもね、この事件、犯人っていうのは一体何を目的にこういった殺人事件を起こしてしまったのかっていうところ、非常に気になるんですけど、まあ、合わせてね、犯人がね、最後捕まってしまうんですけど、その時の状況っていうのも非常に衝撃的なものだったんです。グラマーガールスレイヤー。遡ることおよそ65年前の1958年7月、アメリカカリフォルニア州サウザードファームズ。おい、何事だ？人気のない砂漠地帯に突如として鳴り響いた銃声。たまたまパトロールをしていた警察官が駆けつけると、そこでは若い女性が向かい合った男に拳銃を突きつけていました。助けて、殺される。警察の声に気がつくと、拳銃を向けたままの状態でそう叫んだ女性。よく見ると、彼女の太ももには真っ赤な鮮血が滲んでいました。そう、一見して男を撃ち殺そうとしているように見えるこの女性は、つい数分前までは男から狙われる立場にあったんです。着きました。今日はここで撮影しましょう。そう言って町外れの砂漠地帯へ車を止めたその男の名はハーベイ・グラッドマン。ハーベイが車を降りると、助手席からは一人の若い女性が姿を現します。容姿端麗な彼女の名はロレーヌ・ビジル。写真撮影の依頼を受け、ハーベイに同行したモデルでした。撮影場所へ向かうため、先導するハーベイに付き従うロレーヌ。そして砂漠の奥へと向かい、二人がしばらく歩みを進めたその時でした。殺されたくなかったら言う通りにしろ。ハーベイは後ろを歩いていたロレーヌの方を振り返ると、突然彼女に拳銃を突きつけた。完全に優位な自身の立場に不敵な笑みを浮かべるハーベイ。人目につかない砂漠へ女性を連れ出し、犯行に及ぶのは彼のお決まりの手口だった。しかし、拳銃を構え油断していたハーベイの腕にすかさず掴みかかるロレーヌ。驚いたハーベイが放った銃弾はロレーヌの太ももをかすめるが、彼女は痛みに顔を歪めながらもその手を離そうとはしない。いいで、手首を思い切りねじ上げられ、苦痛の表情を浮かべたハーベイ。ロレーヌはハーベイの手から拳銃を奪うと、素早く彼から離れた。そして奪った拳銃を構え、力強くこう叫んだ。動いたら撃つわよ。ロレーヌすごいわね。この場面でちょうど警察が駆けつけたわけね。そうなんです、普通ね、銃向けられたらビビって何もできないと思うんですけど、ロレーヌは現場にね、向かう途中からなんかおかしいなって、違和感を感じ取っていたんです、写真家を名乗るハーベイからモデル事務所を介して撮影依頼を受けたロレーヌ。実はこの日、彼女はモデル事務所から次のような忠告を受けていました。このハーベイっていう写真家、なんだか怪しいから気をつけた方が良さそうだ。何かあったらすぐに連絡して。そしてロレーヌは実際にハーベイを前にした際も、その振る舞いにどこかうさんくささを感じており、車で移動する最中もずっと彼の行動に目を光らせていたんです。こうしてロレーヌの勇敢な反撃によって、あえなく逮捕されることになったハーベイ。後にハーベイのスタジオが家宅捜索されると、
と彼が一体何者で何を目的に女性を砂漠へ連れ出していたのかも明らかになるんです。くそ、何が写真から、とんだ変態野郎じゃないか。そう言って眉間にシワを寄せた警察官、ハーベイのスタジオへ足を踏み入れた警察官の目に飛び込んできたのは壁中に貼られた大小様々な写真でした。写されているのはどれも美しい女性ばかり。そして異様なことにその女性の誰もが縛り上げられ、猿靴は押された状態で撮影されているんです。まさかこの女性たちはみんな。警察が苦虫を噛みつぶすようにしてそうつぶやいたのは単にハーベイの過激趣味だけが理由ではありませんでした。数多く並んだその写真の中には血を流した遺体の写真が混ざっていたんです。部屋中に貼られた写真は全てハーベイが過去に凌辱し殺害した女性たち。美しい女性ばかりを狙った彼はこの時からこう呼ばれるようになりました。グラマーガールスレイヤー。いやーちょっと、と想像以上なんだけどさ、うんうん、ハーベイはねもうそもそも異常性癖の持ち主なんですけど、やっぱ幼少期からねその片鱗がね見えてたんですよね、うん、盗作した的衝動。ハーベイあなた何してるの。1930年、わずか3歳のハーベイに声をかけた母親は彼の異様な挙動に眉を潜めていました。彼女の視線の先でもぞもぞと体を揺らすハーベイの下半身からは長く伸ばされた紐が、なんと彼は自身の陰茎を紐で縛り引っ張って遊んでいたんです。幼児の G 行為は一般的な発達過程の功労とされており、それ自体が珍しいわけではありません。しかし多くの場合それはなんとなく性器を刺激する程度のもので、ハーベイのそれは明らかに度を超えていました。そして彼の G 行為はここからさらにエスカレートしていくんです。ハーベイが4歳を迎えたその頃、バスルームに入ったきり出てこない彼を不審に思った母親は何気なくその中を覗き込みました。するとハーベイ、何バカなことしてるの、やめなさい、血相を変えて叫ぶ母親の目の前ではハーベイが首を吊っていました。彼はなんとバスルームのパイプから紐を垂らし自分の首を絞めながら G 行為にふけっていたんです。4歳でこれはちょっと異常すぎるわよ。まあ、ただね明らかにおかしいんですけど、この時はまだね自分の中でこう完結してるからね、人に迷惑をかけてないんでまだマシな方なんですよ。こっからなんです。こっからハーベイってイタチみたいよね。ハーベイを遠巻きに眺め、ひそひそと噂話をする女子生徒たち。10代を迎えた頃、ハーベイはそうやって周囲から容姿をからかわれるようになっていました。どうせ俺はブサイクだよ。周囲のその反応から強い劣等感に苛まれたハーベイは、女性とうまくコミュニケーションを取れずにいたんです。そして、人一倍強い的衝動を持つハーベイにとって、その状況は彼の異常行動に拍車をかけるものになりました。みんな俺を気持ち悪がる。でも、なんとかして女子に触りたい。そんな叶わぬ欲望を募らせたハーベイが取った行動は、下着泥棒。この頃からハーベイは女性の家に不法侵入しては下着を盗み出すようになったんです。そして不法侵入を繰り返す日々の中で、ハーベイはある時忍び込んだその家の中で下着とはまた別のあるものを手に取りました。それは26口径の拳銃。その拳銃を片手にハーベイはにやりと笑ってつぶやきます。これがあれば女子を好きにできる。最低、本当に孫をことなきクズって感じね。そうですね。こうしてね不幸にもね女性を自分の思い通りにねできてしまったという経験を得てしまったハーベイ、ここからね彼は自分の欲望にもう歯止めをかけれなくなってしまうんです。薄暗い部屋の中、鼻息を荒くして目の前の女性を眺めるハーベイ。女性は手足をロープで縛られ、猿靴はで口を塞がれた状態。ハーベイは抵抗できない彼女の服に手を伸ばすと、そのボタンを一つずつ外していきます。これが女性の体。うっとりとした表情で女性の体を撫で回すハーベイ。悲鳴を上げることも叶わない女性はただただ目の前の男の興奮する様を怯えながら見ていることしかできませんでした。そう、拳銃を手に入れて以来ハーベイは不法侵入した家から女性を脅して連れ帰り、実質でもてあそんでは的欲求を満たすようになっていました。ハーベイがそうやって連れ帰った女性を凌熟していた期間はここから10年以上にも及ぶんです。ところがそんな生活を送りながら30歳を迎えた彼はその年になっても童貞のまま。そう、ハーベイは女性をさらっても決して体を交えることはなく、一貫して G 行為に利用するだけだったんです。当然彼はその10年間の中で何度も逮捕されており、精神鑑定の結果社会から隔離するべきだと議論されることもありました。しかしずる賢いハーベイはその度に模範囚として振る舞い、結局はすぐに釈放されてしまっていたんです。そしてこの後ハーベイはまた新たな的趣向に目覚めたことで、ついに取り返しのつかない犯行に及んでいきます。気持ち悪いって言葉しか出てこないわよ。こっからさ、殺人犯すまで行っちゃうわけこのまま。まあ、ハーベイね、ここまでね、いろいろこう女性を凌辱する中でも、体を交えるってことはしてなかったんですよ。ただ、あるものとの出会いから、一線を越えてしまうんです。そして、この犯行がついに殺人まで手を染めてしまうことになるんです。憧れの再現。1957年、ハーベイは30歳になったこの年にカリフォルニア州ロサンゼルスへ転居。同時にこの頃彼は当時人気を博していたあるモデルの虜となっていました。はぁ、あ、
雑誌に掲載された女性の写真を前ににやけた表情でため息を漏らしたハーベイ。彼が眺めているその写真の女性はベティ・ペイジ。過激なボンテージ姿をトレードマークとし、当時のアダルト業界で絶大な人気を博していたヌードモデルです。大きく露出した肌に傲慢な胸、体のラインを強調するタイトなボンテージ。あまりにも刺激的なその姿にハーベイはすっかり夢中になっていました。そして次第にこう願い始めたんです。俺もベティのような女性の写真を撮りたい。ここからハーベイは写真家を偽って女性を誘い出し、自身の手でハレンチな写真を撮る計画を企てるんです。その計画の足がかりとなったツールがロンリーハーツ。ロンリーハーツってさ、前もなんかちょっと聞いた気がするけど、なんか殺人の温床になってるようなものだったかしら。ロンリーハーツ自体がね、やばいっていうものではないんですよ。でも、メトラの皆さんもね、ちょっと知りたいと思うんで。というわけで本日のメトラキーワード、ロンリーハーツについて。ロンリーハーツとは20世紀初頭からアメリカの新聞に掲載されていた個人広告。主に恋人との出会いが目的とされており、現代でいう出会い系サイト、マッチングアプリのような役割を担っていました。ロンリーハーツは本来恋人や結婚相手を探すための広告なんですが、犯罪に利用されることも多く、ロンリーハーツキラーという言葉が生まれるほど。代表的な例では1927年から1954年にかけ11人の連続殺人を犯したナニードス、2年で約20人もの殺人を犯したレイモンド・フェルナンデス、マーサ・ベックなどが被害者を探し出すツールとして利用していました。ハーベイはこのロンリーハーツのほか、モデル事務所ともコンタクトを取り、写真を撮影するための理想の女性を探すようになりました。そして迎えた1957年8月3日、ハーベイがスタジオと呼ぶ彼の自宅アパートへ、ついに最初の被害者が訪れることになるんです。小さなアパートの一室に何度となく響くカメラのシャッター音。カメラを向けられているのはモデル事務所から紹介されやってきたジュディス・ダルという女性。そして求められたその撮影は、ジュディスが聞かされていた内容とは大きく異なるものだった。いいね、いい感じだよ。ニヤニヤと笑いながらカメラを構えるハーベイを前に、恐怖のあまり涙を流すジュディス。そう、彼女は手足を縛られ、猿靴輪をはめられ、身動きを取ることもできない状態でカメラを向けられていた。さらに次はこれに着替えて撮ろう。ハーベイが嬉しそうに取り出したのは、彼が憧れたベティ・ペイジが着ていたような露出度の高いボンテージ。ジュリスをボンテージに着替えさせると、ハーベイはさらに興奮した様子でシャッターを切り始めた。ああ、たまらない。シャッターを切るたびに声を荒げていくハーベイ。そして、憧れの写真を再現する中で理性を失ったハーベイは、ついその一線を越えてしまった。もしかしてこれがハーベイの初体験だったってこと？そうなんです。そしてこの後ね、ついに殺人まで犯してしまうことになるんです。お願い、家に帰して。ここで会ったことは誰にも言わないから。ハーベイとの行為を終えた後、猿靴輪を外されたジュディスは涙を浮かべながら必死にそう訴えました。しかし自宅へ呼び出した時点で、すでにハーベイは彼女を二度と解放しないことに決めていたんです。今度捕まったら簡単には出てこれないからな。そう、ハーベイはこれまでに4度逮捕されており、たとえ模範囚だったとしても、次に逮捕されればさらに重い刑を課されることは目に見えていました。ここから彼はジュディスを人気のない砂漠へと連れ出し、再度散々に療熟した挙句、口封じのために殺害してしまうんです。そして以降の約1年間、ハーベイは同じ手口で第2、第3の殺人を重ねていきました。3人の女性はいずれも砂漠の砂に埋もれ、誰にも気づかれないまま放置されていたといいます。それで4人目に狙われたのが最初に出てきたロレーヌ。そうなんです。そしてロレーヌのおかげでね、ハーベイは逮捕され、無事3人の遺体も発見されることになったんです、うん、こうして迎えた1958年12月15日、3人の女性を殺害したハーベイに死刑判決が下されます。心神喪失や精神疾患の可能性も議論されたんですが、それを理由に許されるには彼の犯行はあまりにも残虐すぎたんです。衝撃的な生涯を送ったハーベイの事件はその後、当時アメリカで人気を集めていた刑事ドラマ、ドラグネットの中でも扱われ、人々の注目を集めました。中でも話題になったのは、ロサンゼルス市警協力のもと作成された取り調べシーン。私が女の子を殺した理由は彼女たちに頼まれたからです。彼女たちが頼んだんですか？もちろん、あんたと一緒にいるくらいなら死んだ方がマシよと言われました。この内容がどこまで本当かは分かりませんが、ハーベイの異常性の高さが生み出したワンシーンであることは紛れもない事実なんです。